やっぱりこのままじゃまずいよ。こんなの後輩にバレたら示しがつかないよ。何んなことばっか言ってんですか。黒沢君はみんなに知られてもいいの。別に俺はいいですけど。よしさ、つうか不倫ならともかく、ただ年が離れてるってだけでしょ。俺は正々堂々と野田直子さんと同棲してるって言ってやりますよ。そう、でも本当にそんなこと言ったら姉子の紐とかって会社中に引きまくられるよ。それがどうしたんですか。振られてきます。よいしょ。なんか私一人で煮詰まってる、はあ、情けない。黒沢、お前ずっとどこ泊まってんだよ。女のところ元カノと復活したとか。いいえ、女子内の女。まあ誰、うちの部の子、まぶちゃん、さきちゃん。違います。え、カットちゃん。違います。じゃあ猫じゃないですよ。足りないだろありえないですよ。すいませんでした。いざとなったら言えませんでした。そりゃ正々堂々と言えるわけないって私も思ってたから、いいってそんなこと言いに来たの。あ、そう、あのね、あの立花さんとかなさんね、同棲解消したんだって。もうここにいる意味ないでしょ。あ、もしもし、沢木です。さっき連絡があって、エリコ来週帰ってくるそうです。あ、それは良かったですね。いろいろご迷惑をおかけしたのでご報告までと思いまして。直子さん、食事はもう済まされました。もしよかったらご一緒しませんか。あ、はい、伺います。あの、お返ししたいものもありますし。何やってんの。いや、あの、いつも飯作ってもらってて悪いんで、今日は俺が作ると思って買ってきました。そんな気使わなくていいから、私出かけるから荷物まとめて帰ってね。あの、鍵はポストの中入れといて。じゃあね。